夫、小室圭さんと、三十、と米ニューヨーク、マンハッタンで新婚生活を始めた秋篠宮家の長女、のこさん、三十、が一人で初めて買い物する姿を英シデイリー、メールがキャッチした。動詞によると、まこさんは現地時間19日午後、マンハッタンにある北米の雑貨店チェアン・ネムド、ドス、アンノ、ディオンノを訪れ、ガスタオルやハンガー、 小物収納用のバスケット、ペーパータオルなど、約1時間半かけてショッピングした。ゆったりとしたモスグリーンの冬用ことにジーンズ姿のマコさんはマスクをつけ、黄色のトートバッグを型にかけてショッピングカートを押しながら店内を探索。同詞によると、 セントラルパークに隣接するヘルズキッチン地チ区に借りた新居に必要なグスを次々とカートに入れた。メール氏はまた、買い物を終えて両手に大きな買い物袋をぶら下げたマコさんは道にのよった様子で、同じ場所を行ったり来たりした挙句、何度か通行人に道を尋ねることもあったと伝えた。自宅マンションに戻ったのは午後6時頃で、 建物の玄関先には帰りを待っていたケイさんが妻の荷物を持って一緒に中に入ったという。